はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんにですねめちゃくちゃ面白い遊びをご提案したいなというふうに思っておりまして、私リュウの幹部会っていうメンバーシップ限定のなんかディスコードがありましてね、でそこで開発した遊びなんですけども、運ゲー大会っていうのがありましてですね、ギャンブル していく大会なんですよ。遊戯王にはですねコイントスとか、サイコロを振るっていうカードがいっぱいあるんですが、このサイコロとかコイントスするカードのみでデッキ組んで、これ完全固定でミラーマッチすると、でスキルは運を味方にっていう劇的にやばいこのスキルに設定して、で運ゲーしていくっていう、これがねバカみてえに盛り上がるんですよ。これねマジ神ゲーなんで、一回皆さんにもやってほしい。ねえ、ぜひね、この後対戦乗っけるんですけども、対戦の様子見てほしい。マジってやばいぐらい盛り上がりますから、もう喉痛くなったもんね。このルーム戦やってたんですけども、マジで一回ほんと騙されたと思って、この大会というか、まあ、この対戦、見ていただければなと思うんで、早速、運ゲーをね、かましていきましょう。タイムルーレット、マジで、何の制限もかかって、要は、スキル発動してもないのに、タイムルーレットしたりとか、スキル発動してもらえるのにカップオベス打ったりとかめちゃくちゃ盛り上がるんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ史上最強のギャンブル王を、弱ハンド、史上最強のギャンブル王を決めていきましょう。おっとどうした、事故ってるのか。俺も弱えな、ツインバレル出したくねえんだよな。とりあえず最強カードじゃセットして、全部セットしてもいいか。セット、セットかな。これねセットしすぎも良くないんですよ。まあ一応サイコロンがあるんで、まあ開けられますんでね。永続トラップとかめっちゃ多いんで、なんか伏せるカード間違えるとなんか魔法トラップカード発動できんっていうね。あ、うわ、出た。これまだだよね、効果発動してからでもいいもんね。あ、バトルフェイズか、そうか効果発動するわけないか、モンスターいねえもんだ。お、1枚か、なんだ全部モンスターか、来とる。なるほどなるほどさすがにツインバレルか、ツインバレルドラゴンを召喚、ツインバレルドラゴンの効果で相手のモンスターを破壊しようとしていく。まあこれどっちもいいよ、戦闘で多分突破できるから破壊していく。さあギャンブルをしっかりとコイントスを当てていきます。これ強いです、これ非常に。あんまり意味ないけどね、ここのコイントスの無駄遣いはちょっとあんま意味ないけどね。さあ返すことあるんでしょうか。いやーやめてーやめてー、5だけやめて、うわー助けてー、くぅ、いやサイコロンとかやばいだろマジで。5出た場合だけ本当に強いんですよね、2枚破壊するっていう、相手の1枚で2枚破壊するとかいう劇的にやばい、やばい、来た、やばいやつ来た。これはラッキーチャンスは意味ないんですよ、1コインずつ1回じゃなくて2回行うんで、あんまり意味ないですね、これ発動する意味もないと。 OK よし、ラッキーチャンスは守れた。さあおっとサイコロあるか、天使ないか、サイコロはないと、なるほど。ですねこれどうしよっかな、あーそれ強いね。とりあえず一撃必殺サムライを召喚で、カードを1枚セット、バトルフェイズ入って1200、まだ運を味方には発動できないので、そして、一撃必殺侍の効果になんかチェーンしてラッキーチャンス発動するんで、結構ドローができますね、当たればラッキーチャンス侍っていう聞いたこともないタクティクスが存在しております。で出た、デンジャラスマシーンタイプ6、このカードはなんか最高の目でなんかいろいろ効果が変わりますね。だ出た、やめろ、カップオフェースでか、ちょっと、あ、まあこの発動する意味があった、やべ興奮して発動してしまった。これで裏が出てほしい、よーし神ゲーだ。うら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 、うら、くそくそ、やるじゃねえかあいつ。まあでもさすがに裏出たから割と嬉しいけど、さあかなりの運ゲーがかまされてきます。何のスキルも発動しないのにカップオブエース2連打してるって結構やばいですよね。いやーそれは強いな、それは強い、それは非常に強い。ですね、殴ってくるのかな、もう殴ってくるしかないか、殴ってくるんだったらターン終了なんだ、なるほどね殴らないとそういう選択肢ね。 OK いいだろう、
いいだろう。でこれ発動して、でこれで、ミズジャッジのコイン使わせて、いいよいいよいいよ、これ別に無効にされてもいいから OK でですね、これはね気まぐれの女神かな、これでも解きましたらラッキーチャンスできるんだよね。まあでもさすがにミズジャッジでもいいな、ミズジャッジにしようか、ミズジャッジ召喚して、まあ最悪相打ちにしようか、サイコロだったら別にや。でデンジャラスマシーンタイプ6を発動していくすごい画面だ、バトルベイツ。いやまあさすがにミズジャッジからいってサイコロとか使い合わせようかなって感じなんだけど、これ何それ、そのそのカード、ああそこはいいんだ別に。これこれぶん殴ったら勝てますけど大丈夫ですか、これぶん殴ったら勝てますよ、これこれぶん殴ったら勝て、ああ1111111、うわやっべ、残りライフ100なんですけど、残りライフ100って何がやばいかっていうと、あ俺が捨てんの強反です。残りライフ100だと何がやばいかっていうと、運を味方にっていうチートスキルによって全部コインかを持ってやばい劇的にやべえこと起きた。表で俺1枚ドロー確定したわ。ウェイでラッキーチャンスで1枚ドローしていく。ガンキャノンショット、やばいなこれ、ちょっと喉いかれてくるな、このゲーム喉いかれてくるわ、絶叫しすぎて喉いかれてくるわこれ。あ挨拶のようにタップオーベース打っていく、まずはしっかりと挨拶をかましていく無理なんだけど、それは無理なんだけど、もう負けたわ、もうカップオーベース初手で裏出るのマジでもう負け、それはハンド1枚減らして相手のハンド2枚増やしてってどういうこと、やめて5はやめて、あ2はいい、2はまだいいわ。しかもさサイコロンってさ気づかれてないかもしれない、裏ありがとうございます、危ない OK これで挨拶完了したわ、お互いにお互いカップオーベースを裏出すっていうことで挨拶が完了していく。さあツインバイアルドラゴンやめて、あーと一応使わないで置くしかないけど OK、 よしいやほんまにねあれなんですよね、カップオーベース裏出た時の絶望感すごいんですよねこのゲームね。ミズジャッジ来た、ミズジャッジ強いな、ミズジャッジからいくか。いや男は黙って気まぐれの女神だろ、セカンドチャンスあるし気まぐれの女神を召喚、気まぐれの女神の効果発動、ヘッドジャッジングだけやめてくれ、ヘッドジャッジングだけガチでやめてくれ、うわーやだ、まずヘッドジャッジングのコインを当てないといけないんでね、まず表です、はい、よしいいえ、でこれは、もう一回表、はい、神ゲーなんだけど、コインうますぎか、コインうますぎでは、あいけ、気まぐれの女神でアタック、いけー、悪魔サイコロチェンジで悪魔のサイコロ発動、うわとりゃー、まずは俺が3、6とかやめてね、4、勝った、来た、カップ、裏、とりあえずまず裏、いやー強い、とりあえず500万くらい、いやきついマジで、きつい表は、うわー、やつ効果使うんだ、一応でもどっちも同じか、裏、あでも戦闘で破壊される普通に、これ厳しい、ドロー、ドジャッジング、いやーこれもうだって止めるしかないですよね、もうあの人の侍の効果、これ侍の効果止めるしかないですよね、侍の効果使ってきますけど、これ止めるしかない、止めろミズジャッジ、うんバカ、もう一回いけ、止めろやめてくれ、助
つけてくれ。セカンドチャンスまで発動したのに。やっぱミスジャッジってこうですよね。でもね、ガッキャのショット、ガッキャのショットだとミスジャッジ、うわ終わった終わった、人生終わった、人生が終わった。一応ヘッドジャッジングだけ発動して、ヘッドジャッジングでしたって教えてあげようガンキャのショットの効果は、ああこれ適用されないんだ、なるほどくっそ、カップオブエースの表マジでずるいわ。ちょっと喉痛いんだけども、いやマジで喉が痛い、シンプルに喉痛い。これ水ジャッジかな、これなんか絶対運命デスペみたいな動きしていいまあちょっとサイコロですけどね、セットされてるのはね、これまあ水ジャッジ召喚しては絶対運命デスペみたいな動きしていこう。これで先行のカップオブエース止めたろ、まあ、止めなくてもいいんだけどね、別にセカンドチャンスだと一応止めろ。あー無理かー、やっぱミズジャッジって弱えな。カップやめ、セカンドチャンスカップはマジでやめろよ、ずるいだろ。裏裏裏裏裏裏裏、くっそチート行為だこれ、これほんまにチート。セカンドチャンスカップオブエーザーマジでチートっていうか、いつの次元の遊戯をしてるのこの人たち本当に。いや本当にセカンドチャンスがマジで環境トップすぎて、これいやつえ、バチクソつえ、バチクソ強い。それは、まあ、それもう受けるしかないな。これ悪魔のサイコロさすがに456じゃないとダメだから、ちょっときついな。 50% は 0% 50% は 0% ってギャンブラーのセリフじゃないですよね。死者誤入したら 100% しろよっていう話ありますけども、いやーこれどっちだろうな。まあさすがにでも地雷雲か、サイコロあるんで地雷雲ですね。でどっちでも、あラッキーチャンスね、あラッキーチャンス、いやラッキーチャンス強すぎなんだよね、ラッキーチャンスガチで強い。でさあ相手はどっちを宣言していくのかな。6出ねえじゃんこれ、なんだよ6出ねえのか、あ表か、表6出ねえんだろこれな。表じゃあ裏か、でうーらって言ってオッケーよし、ワンドロー阻止、そしてダメージステップ、悪魔の最後の発動、相手の打点を下げていく6、よし結構下がった、よし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 って、ターンシュートだ。さあこの地雷雲をね突破するの結構大変だと思うんですけども、セカンドチャンスあるんで、ただ突起の魔術師とかいう劇的にヤバいモンスターが飛んでくることは結構あるんですけど、いやー無理、マジでもうガチで無理。それさあ、いやほんとセカンドチャンスからのカップオブエースと、セカンドチャンスからの、あーうわー俺のラッキーチャンスさ、やっていいことと悪いことあんだろ、ふざけんなよ。セカンドチャンスからのカップオブエース、あーラッキーチャンスからの時間とかさ、犯罪でしょこれ、これ犯罪なんだけど、もうこれ人格時の魔術しかないじゃん俺。うわ来た、オッケー、カップオブエース発動、頼む頼む、よし、あとりあえず3、最後の、とりあえず最後の、とりあえず最後ので5出て、神ゲー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 、でもう一発いくしかない、もう一発いこう。でこれでなんか伊達が上のやつだ、あー弱い。デンジャスマシンからのカードを1枚セットして、でもカップオブエース2回は強いよ、カップオブエース2回は強い。そして時の魔術師の効果発動、タイムルーレット、コインはもちろん、あーくっそがー、くっそがー、くっそがー、きっしょ、2850、このターンは知らないですね、このターンはさすがに知らん。なんかデッキトップモンスターだったらワンチャンある、牛鬼か、牛鬼、なるほどね、牛鬼、あまり牛鬼はチェーンしてガンキャノンショット、ガンキャノンショットによって、コインが1回以上表が出れれば500ポイントのダメージを与えることが一定な、一定な、1700、残りライフ150、残りライフ150、いいだろ、
相手にとって不足はねえぜ。俺のターン、セカンドチャンス。ゴミカードきた、劇的にゴミカードきた。1って何、俺捨てなきゃいけないの、俺捨てなきゃいけないの、なんだよこれ、おかしいよ、どうして、どうしてだよ、どうして、どうして俺だけがこんな目に、どうして、あまりよしよ、呼ぼうか、失敗しろ、失敗しろ、よし、失敗した、失敗した、なんか生きた、ギリギリ生きた、ギリギリ生きていく、気まぐれの目が行く、それも失敗しろ、それも失敗しろ、それも失敗しろ、よし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 、時の魔術師も失敗しろなら、失敗しろ、失敗しろ、失敗したー、よしよし、ワンチャンあるぞ、どう、時は、時は、エンターテイメントしていく、エンターテイメントして6って何、呪縛か、いいだろ、時の話で500からの500、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 500からの500あるね、これで時の魔術師の効果と、まずはしっかりとタイムルーレットを出し、表しか出ねえんだよ俺は。そして眼鏡のショットの効果500番、そしてバトルメイズに入っていく、これで500削って313、あと残りないから313、サイコロ、これで2は何、300、300だと513、513って何、何このライフ、意味が分かんない、513って何、でもこれ、あでもこれダメだ、ガンキャノンショットで表出しても勝てない、ああライフポイント13